さて今回は父から譲り受けたマーク7がという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回もですねコメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。この方は吹奏楽とかジャズのビッグバンド部の経験があるということで、その後ですねちょっとブランクがあったんですけど再開したと、そういうところなんですけども、セルママーク7をお父さんがね持ってる楽器を譲り受けて使ってるけど、そこでちょっと気になることがあるとかですね、あとセッティング上の相談があるということで、それにお答えしたいと思います。セルママーク7、結論から言うとセルママーク7は非常にいい楽器です。でなんかねこれ読んでたら他の配信者がね6と比べてなんかディスってるみたいですけど、ディスらないでください。他の配信者の方に次ぐ7はいい楽器です。で比較して悪いとこを荒探しするのは僕は趣味がいいとは思いません。そういうのをあまり鵜呑みにしすぎないようにしてください。7は何回も言います、非常にいい楽器です。僕は7の味方です。6も大好きですけど、他の配信者あんまりディスらないように、これだけは言っときます。それではですね今回の内容ね、ヴィンテージ使ってる方とかですね、あとはテナーのセッティングジャズ用に変えていく中でちょっと悩んでるとか、変えてみたけどうまくいかないという方はぜひ最後までご覧ください。じゃあ質問内容の方を読みたいと思います。ためになる動画をたくさん投稿くださりありがとうございます。15年ぶりにサックス復活したいためアドバイスいただけたらと思いコメントいたしました。私は父から譲り受けたマーク7で中学2年から高校3年まで吹奏楽部でテナーを吹いてきました。過去弱小吹奏楽部で先輩もコーチもまともにおらず、ほぼ本から学ぶ独学でした。そのまま大学へ行きビッグバンドジャズを始めましたが、吹奏楽からの転身失敗し挫折しました。15年ぶりの今、当時の仲間の活躍に心動かされ、今度こそビッグバンドにちゃんと乗りたいと思いました。問題はブランクが大きいことももちろんなのですが、楽器とセッティングなのです。セルママーク7でまたやりたいですが、他の配信者を見てもマーク6との比較が多く、楽器の癖が強い、大振りでキーの配置が遠く指が回しづらいなどマイナス面の方が多く、あまりいい意見を見つけられませんでした。同時に初心者向きととても思えず、早速うまくやっていけるかどうか不安です。私は女性なので手の大きさなど指回しに不利かななど、せめてミキ様おすすめのセッティングでトライだけはしてみたいです。バリバリ鳴らしたいです。マッピはセルマ C1 スターソリスト D オートリンク6スターでしたが買い替えたいです。リードはジャバニーでした。またこのようなヴィンテージ楽器とうまく付き合うコツのようなものがあれば教えてください。初心者がいきなりマーク6というとんでもない感じになってしまってます。来週オーバーホール予定です。お力添えいただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。長文失礼いたしました。今後とも応援しておりますということですね。詳しくありがとうございます。質問内容の方ねこっちにまとめましたけど、まずこう女性の方です。マーク7はこれテナーっていうことですね。中2から高3まで吹奏楽部で吹いてたけど、弱小のね部活ということで本からちょっと独学で頑張るしかなかったと。まあ僕が学生の時もまあそんな感じでしたね。僕の所属してた吹奏楽部も全然強いところじゃなくて、で先輩も全然なんか吹くと噛んで噛んでみたいなね、むちゃくちゃなこと言ってたんで、本からはい結構勉強しました。次ですね、その後大学に入ってビッグバンド部に入ったんですかね、はい、ビッグバンドジャズをやるも挫折してしまったと、はい、やめちゃったってことですかね。ですが、まあ、その後ね友達の活躍に感化されて15年ぶりに再開しようと思ったと。ですけども、まあ、そこでちょっと気になることがいろいろあるってことですね。でセッティングに何があるかなと思ったということで、この方のセッティングは今楽器はセルママーク7で、マウスピースはセルマ S80 の C の1スターとソロイスト D でリンクの6スターを今まで使ってきたということですね。それでリードは Java の2番を使っていると。で質問としては2点ありますけど、1がヴィンテージ楽器とうまく付き合うコツを教えてくれってことですね。で2番はマウスピースのおすすめ何かありますかってことですね。で僕の回答としましては A1、2書きましたけど、これ1、2はそれぞれ1と1、2と2が対応してます。で1は気にしすぎず丁寧に基礎練をやろうってことですね。2はセオアニスラントシグの6番とガイアの6番、これはラバーかメタルはどうですかってことです。じゃあ回答についてねいきますけど、まず1番ですね、さっきも言いましたけどマーク7はね全然悪い楽器じゃないですよ。その他の配信者がどの程度の経験があるんか知らないですけど、いや僕の師匠の時さんは7でしたし、周りでもね7のアルトですけども使ってる人何人も知ってます。ごついのはごついです。
ただごっついって言ったらバリトンとかもごっついじゃないですか。そんなん言い出したらね、もう何もできないです。実際指が重いかもしれませんけども、言ってもそんな不可能な楽器じゃないです。でそれにあまりあるほどのメリットはたくさんあります。あのマーク7は出てきた年代がですね70年代ぐらいで、その時代ってねロックが台頭してきた時代なんですね。電気楽器がね、まあ要するにエレベとかエレギとかですね、あとドラムスがどん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 音量が上がってきたから、それに対抗するために音量を出す方向に進んでいったんですよ。それがですね、まあ6の後期ぐらい、中期から後期にかけてはそういう風になっていって、でマーク7で、もっと極端になったっていう歴史があります。その関係でちょっと大振りなんですよ。ただその分音量はすごい出ますし、あとヴィンテージ特有のダークな乾いた音色も出ます。そこは圧倒的に今の楽器でヴィンテージ風のね仕上げにしてる楽器とは一線を画します。テナーで言ったらセルマーのスーパーバランスドアクションマーク6マーク7は非常に歴史的に優れた楽器です。それをですね、はい、この他の配信者の方ディスる、なんたることか。あなたたちダメですよそういうのはあんまこういうこと言わないですけど、セブンはいい楽器ですから、あまりディスらないようにしてください。どの方が出してるか知らないです。っていうかそもそも僕は他のサックスのチャンネルとかほとんど見ないのでよく知りませんが、あとディスってる動画がどれか分かんないんで、知ってる方はコメント欄にリンク貼ってください。またチェックしてみます。それがまともなね内容で批判してるんだったら、それはまた意見はまた変わりますけど、基本的に僕はマーク6と7を比べてマーク7がダメダメダメっていうのはよろしくないと思います。それは絶対間違ってると思います。でまあこれくらいにしまして、楽器のこと言い出したらね、例えばですね僕のこのアルトのカイルベルス、めちゃくちゃ大振りですよ。キーこれドイツの楽器ですからね。だから7に負けず劣らず結構ごついです。ただ慣れました。で僕も手ちっちゃいです。男の人の中では指が、まあ、太くて短いんですね。でも吹けます。だからそういうのをねあんまり理由にしすぎると何もできなくなってくると思います。どうしても吹きにくいんだったら、ただ他の楽器に買い替えるしかないです。おすすめで言ったら 82Z とかじゃないですか。日本製がいいんじゃないですか。手のサイズ感で言ったらヤマハの 82Z とか柳沢の 0010 とか20とか、そのあたりだったら女性でも安心して吹けると思います。ただこの方はそれは求めてないと思うので、ということでこの回答をですね、気にしすぎず丁寧に基礎練をやってくださいってことです。ロングトーンとかスケールとか曲集をやってください。で初心者向けの楽器っていうのはないです。初心者が買いやすい値段を初心者向けの楽器って言ってると思います、一般的には。ただ初心者やから吹きやすいという楽器はそれ高い楽器に決まってます。高ければ高いほど作りがいいですから、音が鳴らしやすいです。そういうところで言うと初心者向けの楽器っていうのは高級なモデルになりますね。でこの方は初心者じゃないです。ブランクはあるとはいえ昔に結構吹いてましたから、あんまりそこは謙遜しすぎないでください。できますよ、大丈夫です。次ね2ですけども、回答2はおすすめのマウスピースね聞かれましたのでお答えしますが、この方ねマウスピースはねちゃんとスムーズに変えてこれてると思います。だんだん開き広くしていて、そんな極端なセッティングを通ってないんで、っていうことであれば僕はですねセオワニのエンドーサーで、要するにセオワニの回しもんなんですけど、セオワニでいうところのスラントシグの6番で、あとガイアの6番。このスラントっていうのはセオワニの中で、まあ、ラインナップでこう2段階あるんですね。下の方の安いグレードのモデルですね。スラントっていうのはオットリンクの過去のモデルのことですね。はい、その過去のオットリンクのヴィンテージを模倣したテナーのラバーのマウスピースになりますけど、これの6番とかいいんじゃないですかね。まあ値段は5万ぐらいですかね。でガイアの方は上位の機種になって、まあ値段はねなかなかします。8万9万10万ぐらいするかもしれないですけど、めちゃくちゃ吹きやすいです。めっちゃいいです。スラントもいいですけど、ガイアはやばいです。まあ僕はねガイアのアルトを使ってました。メタルですけどね。テナーのガイアもめちゃめちゃいいで、ラバーでもメタルでもそれはもうお好きな感じでいいと思いますけど、もしよかったら僕選定とか手配もやっておりますので、下のねお問い合わせフォームからですねご連絡いただけたら、またもっと詳しいことをやり取りさせていただきます。という感じでちょっと売り込みみたいになりましたけど、その辺のセオワニスラントシグとかガイアとか、あとはゴッツとかになりますかね。で開きは6番でいいんじゃないですかね。オットリンク6番っていうことやったんで、まあ6でいいんじゃないですか。まあ広すぎず狭すぎずで、アマチュアの方は扱いやすいかなと思いますね。ということですけども、まあこの方のね何らか参考になれば幸いです。で何回も言いますけど、マーク7はいい楽器です。マーク7をいじめないでください。僕はマーク7の味方です。マーク6の味方でもあります
で、この方の味方です。この方ね、多分繊細な方やと思うんですよ。で、いろいろちょっと気にされてることが多いと思うんですけど、正直羨ましいですよ。僕はセブン持ってるの羨ましいです。いらんってやったらください。これ冗談ですけど、そんな感じで相当いい条件でジャズできるんですから。マークセブン欲しい人山ほどいますよ。今もうシックスないですから。ヴィンテージとしてはマークセブンが熱いですから、それもなくなってきてますっていう感じで、あとはね、マークセブン個体がどうかっていうのは気になるところですけども、この方オーバーホールされるんで、ちゃんと吹けるようになるんじゃないかなと思いますけどね。ということでね、ぜひね、僕としてはマークセブンでもうちょっと色々やってほしいなと思います。マウスピースは繰り返しになりますが、セオアニのスラントシグ、もしくはガイアの6番あたりがいいと思います。という感じですね。サックスに関することであれば何でもコメント欄の方に書いていただきましたら、随時こんな風に動画とかテキストで返信していきます。あとですね、こちら貼ってますけども、ミキとシゴカルデットアフタヌーンライブアットプラジャナ大阪本町ということで、6月16日日曜日の7時半スタートでライブをやります。大阪の本町、大阪のど真ん中でやります。詳細はまたね、あの概要欄に貼っております。今回はライブ会場でのご鑑賞とですね、ライブ配信もやりますので、これどっちも有料になりますけども、ご興味ある方はぜひよろしくお願いします。